このエリアの最終目的はタールに沈んだ中継ステーションの代替施設を設置することだ。まずは我々の科学スタッフが常駐するシェルターにカイラル通信をつなぐ。アメリの状況は今のところ何もわからない。ヒッグスの動きもだ。気がかりなのは君も我々も同じだ。だが今はこのエリアをつないでその先のエッジノットシティに向かうしかない。まず地質学者と古生物学者のところをつなぐ。エゴデボ学者には古生物学者のところから君に運んでもらうものがあるようなんだ。そこで荷物を受け取ってからエゴデボ学者のところへ行ってくれ。3カ所全てつないだらここへ戻ってくるんだ。代替施設を設置するのに必要な荷物を渡す。はい、ということでハートマンの研究施設からですね、一旦これちょっと進行を止めて、ずっと国道を作ってました。見てこれ、ここだけね繋いでないんだけどね。あれ、こっちやったと思ったんだけど、ここだけ繋いでません。結局直線で行けちゃうんで立てる必要ないかなと思って、やってないです。あ、ここか。うん。まあ、やろうと思ったらできるんだけど、まあ、割とこっちの方でめっちゃ使ったんで、5000とか9000とかなんかすげえ大量要求されたんで、めっちゃ使った。いやーし、やっぱこの辺は。だけど 0%、 あ、そうか、多分作ってないからね。この辺はもうあれ BT が出るとこだから、ずっと時雨が降ってるんで。だけど低いなあ、おい低いなあ。まあ割となんだね、特に序盤の方を立ってた道とかは 60% ぐらいになってるな。うん、まあ、こっちは立てたばっかなんでまだって言っても、ここも BT 出るからね、この辺に出るんで時計が降るので減ってると。なるほど。でまあこうやって国道を作って、あとはここはカバーをつけるために、まあいろんなところ、コスプレイヤーとかコレクターとか、あと一応ファーストプレッパーも見つけたりはしたかな。うん、一応全部星をちょっとずつ増やしてって、登山家とかね、ロボット工学者とかね、医者とかね、カメラマンとかね、小説家の息子とかね、やったんで、まあもういいかなってことで、ストーリーの方に入っていきます。それでサム指名依頼を、地質学者へカイラル物質除去剤を配送。 BT が出るよ。えい、まあ、受注します。あとはこっちもかな、地質学者へ、あ、違う、古生物学者へ反物質爆弾を搬送、危険物、衝撃金、現金。 BT 出るよ。仕事持っとけよと。地質学者は化石を調査して過去にあった絶滅期に関する研究をしている。要は地層の発掘をしてるんだが、この地質学者にカイラル汚染の初期症状の疑いがある。どういうわけか発掘中にカイラル線を大量に浴びたらしい。周囲のカイラル物質を除去しないと調査も止まったままだ。彼の症状も回復しない。彼にカイラル物質除去剤を届けてくれ。この地質学者が発掘していたのは白亜紀末の地層だ。そう、この頃はそれまで栄えていた恐竜が絶滅し、小型の哺乳類が生き延びた大絶滅期だった。それはビッグファイブと呼ばれる過去の地球を襲った大量絶滅のうちの一つなんだ。彼は
その地層ですごいものを発掘したらしい。なんだと思う？ビーチの化石だ。本当にビーチの化石であれば、これは途方もない大発見だ。そこでサム、彼が発掘調査を続けられるようカイラル物質除去剤を届けてくれ。それからもう一つ、古生物学者に反物質爆弾を運んでほしい、彼はうちのメンバーで化石の発掘をしている。タールに汚染された地層を発掘調査するために反物質爆弾がどうしても必要だということらしい。君はもう分かっていると思うが、運搬用のケースが破損してしまえばそれで一貫の終わりだ。一貫、いつも以上に荷物の取り扱いには気をつけてくれ。頑張ります。はい、背負います。サム、分かっているとは思うが、その反物質爆弾は強い衝撃や車両フローターの激しい揺れには到底耐えられない。警告音に気を配り慎重に運ぶんだ。怖いね。それで一応建築装置、ロープパイル、はしご、ちなみにこうグレネードポーチがでっかくなっていろいろ持ってるようになった。ユーティリティポーチもでかいし、大容量血液袋も手に入った。シルバーハンドね。これあれっすね、あのサイバーパンクとのコラボのやつですね。普通のなんかパワーハンドみたいなのもあったけど、ちょっとそれが劣化して壊れちゃったんでシルバーハンドにしてみました。というで、荷物はこれで OK かな。行きましょう。依頼が受注されました。ミッションの箱は普通のなのかな。それで、まずここ地質学者のところに行きたいんですけど、地質学者はどちらさん、あちらさん、遠いね。あれ、はしごも一個持っとくか、一応。一応ね。なんでいいかな。なんかあるかな。ヒートユニット。はあ。はあ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 。ヒートユニットね。つけてみようかな。
よし。7000ハイラル結晶が1匹も10000あったな。ちなみに試してみようか。割とどんどんスタミナが落ちてっちゃう。でもこっちも落ちてるはずなのに。で、モエナを飲む羽目になるんですよ。医者によってレベル2になったモエナ。
った方がいいかな。バッテリーがなくなっちゃうなこれ。天気悪すぎて。いるかな。ちょっと待ってね。ヒートユニット。一旦どうかし、やばいなこれ。やばいね。あんま急いでると怖いな。景色が見えなくて。荷物を納品します。サム・ブリッジズ、ありがとう、来てくれた。実はここのところ情緒不安定で嫌な悪夢を何度も見ていたんだよ。もしかしたらこれは君たちドゥームスが見る絶滅のかと、発掘調査の疲れのせいかと思っていたが、まさかカイラ汚染されているとは思わなかった。放置していたら自殺衝動を起こす可能性もあった。今死ぬわけにはいかない。研究はまだ終わっていないんだ。でも君のおかげで大事には至らなくて済みそうだ。荷物の状態を見ればわかる。君がどんなに優れた配達人か。ありがとう。マスターキャリアだからね今俺は。なかなか上がらんね。でももうここまで来ると、で速度が一切上がらん。18で他50超えたのに。そうだ、それじゃあ始めてくれ。違う。あ、じゃあこの今の右上のね、黒いところはファーストプレッパーのところだね。まあ繋がなくても山上なんでそんな困らない。ローピオパイルレベル2。ビリビリビリ。うん、でこれ次のところが割とすぐそばなんだね。あのカイラル通信切れても。ここも UCA とつながったわけだ。失われた過去の研究データを見ることもできる。ビーチの化石の分析もさらに進められる。ビーチの化石を科学的に検証することもね。6550万年も前の地層にカイラリウムがあるなんておかしな話だろう。
だとすれば今と同じようにデスストランディングが起きていたことになる。その大量絶滅も DS のせいだなんて。カイラル物質は人類が現れる前の地球にも存在していた。その地層が証拠となる。これを見てほしい。黒い亀裂があるだろう。カイラリウムはここから検出されたと考えられる。地震が起きるとその断層部にもたらされた摩擦熱によってシュードタキライトという層が組成されることがある。それは地震の化石とも呼ばれている。それに習えばこの黒い亀裂はビーチの化石ということができるだろう。カイラリウムが地層の形成に何か影響を与えたんだ。つまりこれは白亜紀末の絶滅期にビーチが現れた痕跡ではないか。これだけではない。カイラル通信がつながったことで他の絶滅期の地層でもビーチの化石が示唆されていたというデータが普及してきている。ビッグファイブをはじめとする大量絶滅期にはビーチが毎度出現していた可能性がある。君がカイダル通信をつないでいってくれることで様々なデータが復活し、一人ずつの研究の成果が一つになっていく。今まで失われ断片化し孤立していた全てが復元され、解明されるのも時間の問題だろう。これは素晴らしいことだ。ありがとうサム。この先も君に期待しているよ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。荷物も黒だ。一旦ちょっとプライベートボックスにこれは落としておこうかな。ちなみにちょっと今じゃないね。今は一旦次まで行きたいから。ただちなみにあのローピオパイル2個つく3これいっか。大丈夫か。吹雪やんでる。やんではいないのかな。明るくはなってる。頑張れ。次のポイントは古生物学者、あれか。そこまで行きましょう。さあ、この手にある作る意味って何ですか。まあ、これ当然プライベートオプションは何もないんですけど、何がプロテクターが入っている。いらんな。スキャンを開始します。グリッズ ID を確認します。左に広がるとビーツが見える。頑張ってください。どうしたっているな。常時にオンにするとバッテリーがなくなるんだよね。で、あの今背中には予備バッテリーつけてないんでちょっと後悔してる。ホログラムだ。
古生物学者だ。ただここから BP がすごいいる。向こうに回りたいんだけどしょうがない。捕まったら割と大変だな。古生物学者この辺来てんな。プログラム置いてるってことはよう来たな。誰かが置いといてくれたレベルには拾ってきたと思うんで、何が違うんだろうね。レベル1と持ちかな、長持ちのかな。結晶やばくない？ダイエットこうかな。怖すぎる。いや納品の方がいいか。うん、どれぐらい取れるかわからないか。取った方がいいかな。一個しかないんだよね。待っとこうか。ありがたい。あれ？さっきのクソデカカレル結晶なくなった。取るべきだった。岩場です、まあ、地層見るってことはね、岩見なきゃいけないやつだから、ね、
件を開始します。ブリッジズ ID を確認します。フラジャイルエクスプレスの ID を確認しました。武器所持を確認。施設内では武器を強制ロックします。続けしない。お疲れ様です。荷物を納品します。よく持ってきてくれた。これで発掘作業が再開できる。この辺りは足場も悪くて有毒ガスが噴き出している場所もある、うん、怖いね。私が言うまでもないか。信じられない。ここまでほぼ無傷で持ってくるなんて。ありがとう。ではカイラル通信をつないでくれ。もう繋がってきてるじゃん。酸素マスク。え？チャージ式血液グレネード。お願いがあるんだ、サム・ブリッジズ。君を見込んでの依頼だ。ここに来てくれるはずだったポーターが貴重な荷物を落としてしまったんだ。その荷物の中身なんだが、実は2億年前のものと推定される。まるで生きているようなアンモナイトだ。氷河が溶けて露出したアンモナイトの化石群をポーターが発見したんだ。その一部には細胞のようなものがついているというんだ。信じられるか。本当ならすごい。しかしそのポーターには発掘のようなデリケートな作業はできない。アンモナイトが埋まっている地層をえぐり取って運ぶよう頼んだ。他のアンモナイトの化石と比較する必要があるからな。 そこで細胞付きのものとそうでない通常のものを掘り出してもらったんだ。だがそれを全部落とした。信じられない。複数ある荷物のうちの一つが細胞付きなんだが、どれがそうなのかわからない。荷物を落とした場所は有毒ガスエリアらしい。このシェルターから見て南西の方角だ。落とした張本人のポーターはそれを発見することも回収することも無理だと言ってるんだよ。すまないが君に回収を頼みたい。念のために防毒用の酸素マスクを用意してやる。それで、ね、安全のためだ、ね、依頼を受けた時に渡そう。もしそれが本当ならば大発見だ。魚類にも耐性を行う例はあるが、しかし細胞のようなものがあるアンモナイトなんて考えられない。しかもおよそ2億年前といえば三畳紀末。これは大量絶滅の起きた時期と一致する。ビッグファイブの一つだ。その細胞はビーチとつながっているんじゃないか。その荷物を回収して分析できればデスストランディングを解明する大きな手がかりになるはずだ。もう少しなんだ。もう少しでデスストランディングの全体像がつかめる気がするんだ。ああサム、一刻も早く見つけて回収してほしい。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。それで次はアンモナイトを回収しなきゃいけないってことですね。